呪具の持ち運びか。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。刀とかも鞘に収めるロスがあるし。善院先輩は2つ以上持ち歩くこととかザラですよね。どうしてるんですか？パンダに持たせてる。聞かなきゃよかった。パート2、物を出し入れできる呪霊を飼ってる術師とかもいるよな。それは無理だろう。レアだし、飼い慣らすのに時間もかかる。見つけたら私に教えろよ。カルパス1年分。分からんな。お前あの時なぜ逃げた？宝の持ち腐れだな。あれは俺には特級に勝てる可能性があったと、そういう意味だったんだろうか。ツノツノ。あ、なんだよ。先輩、なんとかなりそうです。